塩はね、やっぱこう飲んだ時にお湯がこのちょうど美味しい加減がいいですよね。ニンニクはこうゴロゴロと大きめ。ベーコン投入します。牛乳入れます。チーズも入れます。チーズね、何入れても結構美味しい。美味しいですね。チーズやったら何でも。コンソメで味付け。どうかな。ちょっとだけ白ワインも入れます。よいしょ。カルボナーラのやっぱり最大のコツはこの麺をね投入するタイミングですよね。でも今麺茹で上がりましたんでね、ここで一旦ちょっとこうグツグツしてますけど、こう火止めてすぐ入れるぐらいな感じ。これでねちょうどいいんですよね。これ今の段階でも火つけてたらね、めっちゃ吸っていきますけどね、吸っていきますからね、クリームを。で、こうやって入れて、混ぜて、で、卵、うちは全卵入れます、全卵。入れます。できました。食べます。いやもう自分のカルボナーラ食べるの久しぶり。やっぱねこう白ワインでしょ。いただきます。うまい。はいはい、じゃあいただきます。こんな感じでね、こういい感じのとろみ。おいしい。カルボナーラの一番のポイントはやっぱりこう茹で上がった麺を出来上がったソースの中に入れるタイミングですよね。これがあの、なんですかね、またこう熱すぎるうちに入れちゃうと、全部吸っちゃうし、でもう冷めたところでこう麺を投入するとやっぱりこうシャビってなっちゃいますんでね、ちょうどいい塩梅のところでこうもう入れないとこういった感じでですね、絶妙のタイミングにならないんですよね。で思うんですけどね、あの生クリーム入れるパターン、一般的に生クリーム入れるんですけど、僕はねなんかそれ食べるとすごくちょっとくどい感じがしてですね、あんま好きじゃないんですよね。であと全卵使う理由はですね、卵白を捨てるのがもったいないからですよね。で実際全卵で入れて全然美味しいですもんね。で美味しいカルボナーラの基準、僕なりに思うのがこう出来上がってからですね、まあ、20分後ぐらいに食べても美味しいカルボナーラがやっぱりいいと思うんですよね。どういったんですかね、多分クリームの生クリームを使ったりするととかね、スープの量とかそのスープを入れるソースを入れるタイミングで、もう15分後ぐらいにもうカピカピになって食べれないパターンがありますよね。
15分ぐらい経っても結構15分20分経っても結構みずみずしい感じのカルボナーラができたら美味しいと思います。うん、ベーコンはやっぱ厚切りでしょ。もうちょっとでもねカリッとしたこれちょっと焼きが足らなかった、もうちょっとカリッとした方が美味しいですよね。うん、